はい、短期決戦です。6月12日8時19分です。第1388回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6の予想ね。ロト6過去10回と、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回の混合6回とね、別々に分けて、ロト6過去10回で1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。で、今後6回で1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。で、重複をチェックします。で、ボーナス数字もチェックします。そうすると、この下の表に入ってきて、10回中4回が24、38。10回中4回1回ボーナス数字が9。10回中3回が1、2、4、15、43。10回中3回1回ボーナス数字が35、10回中3回2回ボーナス数字が32、10回中2回が31、19、20、26、28、29、37、10回中2回1回ボーナス数字が25、33、6回、今後6回、今後6回で6回中3回が11、6回中3回1回ボーナス数字が27、6回中2回が2、3、4、6、14、29、33、35、38、6回中2回1回ボーナス数字が5、37。なんて？キャリーは、そう、予想よ。予想予想。で、過去10回抽出数字。過去10回で出てる数字を全部書き出します。で、今後6回で出てる数字を全部書き出します。で、それを合体させると全抽出数字。使ってる数字を全部書き出します。そして、前回の数字からの連想展開。前回の数字を赤で示して、そのね、付近をオレンジ色で示します。そして、白い部分が残るじゃん。ここが次回使えますよ。今回使えますよっていうところなんだよ。それで下行って、全抽出数字に色をつけて、2回以上出てる数字を色つけて、で、1回だけ出てる数字を、空白で示してます。出てない数字が7で、挟まれた数字。1回だけ出てるけど、次回からまた出そうな数字って。8、10、34、36。8、10、34、36。ここね。で、かぶってる数字。過去10回と今後6回でさらにかぶってる数字があるんだけど、それが2、3、4、11、29、33、35、37、38。で、参考回は今後6回。で、重要数字は被ってる数字ね。で、準重要数字はボーナス数字。で、参考回を見て目立つ数字っていうのは、これちょっと見ていくと、2とか3とかがよく出てるでしょ。そんで、並べるとこうなって、連想展開から導き出された数字って、この空白部分を気になるところを入れた数字を、並べるとこうなって、さらに整理するとこうなりますよ。ということです。で、予想していきます。一等当たる人はもう決まってるの？すごいね、それ。その説、すごいね。で、どうするかっていうと、俺はどうでしょう。予想していきます。この整理した数字を使うんだよ。買い方すらしてない。買わないと当たらないからね。1、2、1、3、4、5。1、2、
1、3。4、5。2、3。かな？1。8、2、9、2、1、10、10、4、8、4、9、4、10、1、10、16、16、16、16、15、15。え、もう俺は絶対当たらないってこと？え？もう絶対当たらないの？21、24。37、35。37、38。38、39、40、36、24、23、25。お背中が何？気になる？かゆいんだけど。24、25。こうだね。背中が見えるの？OK。はい。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。